当てが外れました。飲んだくれいです。今日は2024年の5月15日平日水曜日です。まあ有給取れたんでね、この海風公園で、海風公園来たってことは七輪で焼肉をします。で本当はね、この前5月12日に来ようと思ったんですけどね、いやなんかだるいな、疲れたなって感じでね、しかも風が強いってのもあってね、本来はねその先週のねゴールデンウィークにやろうと思ったんですけど、それも本当に疲れちゃって、で今日までのびのびになっちゃったってわけですよ。でね、当てが外れたってのはね、今日予報ではね午後今ぐらいもう15時回ってんですけどね、うっすらと曇ってくれるはずだったんですよ。それをね目当てに来たんですよ。もう日差し暑いですからね。でもご覧の通りね、晴れてんですよね。いや辛いなってね。でもねもう本当に15時回っちゃってるんで、日差しも弱くなってきたんでね、まあちょうどいい感じですよ。いやなかなか早く出よう早く出ようと思ってもね、いざこう街に行く時っていうのはなんかのんびりしちゃうんですよね。いろいろ忘れ物したりとかね、本当はもう1時間早く着いたんですけどね、まあこうやってご宅並べてもしょうがないんで始めましょう。七輪焼肉始めるにあたって、まずは火起こし、炭を起こさなきゃいけません。まずエスビットというか固形燃料に火をつけて、でねもうこのチャコールスターター、これに入れた炭をね放り込むだけなんですよ。でこのチャコールスターターって言ってもね、パイナップルの空き缶をねポンチで開けて作っただけです。よいしょ、なんかちょっと安定が、まあいいや、よし、これでねしばらく待ちます。だいたい固形燃料が燃え尽きる頃には、まあいい感じに炭が起こってるでしょう。向こうに見えるは昔の要塞であった猿島なんですよ。だいぶ前に行ったんですけどね、また久しぶりに行ってもいいかななんて気してますよ。ただね船で渡るしかないの、その船のね代金が高いんですよね。まあそれはともかく、いやこのね海風公園無料予約なしでできるってんで素晴らしいですよ。なかなかこういう場所ないんでね。で平日だっていうのでこの通り空いております。で時間はねあの通りもうほとんどね16時前なんですよね。まあこれで良かったかもしれませんよ。あんまり早く来るとね暑くて暑くてしょうがありませんからね。いやほんとここはいいところですよ。たまにはちょっと様子見ましょう。こっちはついてますね。じゃあひっくり返そう。よいしょ。じゃあ反対側。よいしょ。もうちょっとですね。さて、固形燃は、消えましたね。じゃあもうこれ仕上がってるでしょうね。じゃあ七輪に移しましょう。よいしょ。こっちばっかりで、こっちがまだまだだな。まあしょうがないね。でね、ここで周りにねこの前回使い古した炭を崩して詰めていきます。炭ってのはねなかなかね火が回らないんですよね。でもねこの真ん中はもう起こってんでね、もう焼きましょう。今日はね魚から始めますって言っても魚はこれだけなんですけどね、サバ、そう焼きサバね炭火でやるってわけなんですよ。うちじゃね、まあ、炭火は使わないにしても焼きサバなんてできないですからね、煙がすごいんでね、ほんとね、まあ換気扇あってもね、ほんと部屋とかキッチンに匂いがついちゃうんで、ここでやるってわけです。炭がね、ここしか起こってないんで、一切れずついきましょう。よし、これでちょっとね、様子見て、のんびりやりましょう。しょっぱなは魚ってわけでね、白ワインですよ。このね、楽園の白、ちゃんとね売ってるって言ってもこのサイズしか見当たらないんですよね。本当に以前はね500が結構100円ローソンあるいはねファミリーマートであったんですけどね。でもこれ考えてみれば3パック買えばいいんですよね。3パック買って 180×3 で540か、それに500ミリの赤とそれなら大して値段も違わないんでね。よいしょ、これも一応デキャンターします。こうしてでもこれね調子乗っちゃうとキュッてね一気にやっちゃうんで、ちびちびやりましょう。まだ全然ね炭の方も起こってないし、サバも焼けてませんのでね。よし、いやまずは乾杯。あんま甘いわね。しかしね魚も高くなりましたよね。このねサバね、まあ2つに切ってありますけどね、
事実上ね、まあ、半身1枚ですよ。それがね、値下げしてなかったら税抜き3キュッパですよ。以前ね、こういうね塩サバ1枚、そう、半身1枚100円で売ってた気がするんですよね、2020年ぐらいまでね。これほんと高いわって感じですね。ようやく曇ってきてね、ちょうど良くなりましたよ。本当にさっきまで暑くて叶いませんでした。で、炭の方はね、まだ全然、もうぼちぼちかな。これね、パワーが出るっていうか調子が出てくるとね、もうすごい、もう勢いでボンボンいくんですけどね、やっぱり炭が足りないのかもしれないんでね、ちょっと消し炭もう一個あったんで、これでもうちょっと待つしかないな。全然火がつかないんでね、ちょっとこれチャコールスターターでこれだけちょっと点火しよう。もう一回ちょっとこれだけでもね、火種みたいな感じで S ビットでちょっとやっちゃおう。いや、ちょっと今日はなんか調子悪いわ、本当に。よし、これはすぐにねつくと思うんですよ。うわ、もう17時。いや、1時間もじりじりしてんだ。やっぱりちょっと今日は炭ちょっとおかしいな。いつも通りやってんですけどね。もうこれでいいかな。まあいい、もう時間ないしな。これでどうだね。え、本当にもう、まあ、ありかいろちょっと世話してこんな感じになっちゃいましてね。よいしょ、これでも焼けるといいんだがな。禁断の吹き消しをやっちゃいましょう。はい、消えた。やっと焼けてきたって感じですけどね。ちょっとひっくり返してみよう。おお、焼けてる焼けてる、よかったよかった。ほんとじっくり焼きですよ。うわ、すげえな、くるくるってなっちゃってる。おお、やっぱひっくり返すと油が落ちて煙出ますね。これですよ。これがね、本当にしきり炭火焼きのね醍醐味ですよ。もうこっち食っちゃいましょう。どんな具合か。おお、まあいい感じだ。いつもは醤油かけてやるんですけどね、醤油忘れちゃったんですよね。なんかね、今日調子悪いっすわ。だから唐辛子だけで、まあいいや。まあいい、いただきます。やっと食える、やっとだよ。いや、しっかり火取ってますよ。醤油なくてもね、サバ、この塩サバ自体にね、たっぷり塩が染みてんで、まあ、これもね、素材の味を生かさずそのまま食えるんでいいですよ。いや、まあ、とにかくなんとか焼けてよかったですよ。魚ですからね、白ワインです。合います合います、ちょうどいい。これでとりあえずはね、最初の一切り終わっちゃいますね。山と同じようにね、塊でガブってやってもいいんですけどね、炭の処理、そう、これに水入れてね、炭を消化するので、やっぱりちょっとどうしても飯盒がいるんですよ。こっちもね、皿になりますからね。じゃあまたこれひっくり返しましょう。炭の方はちょっと入れ替えてます。まあまあいい感じに焼けてんな。全然火力が上がらないんでね、また炭の配置戻しました。ほんと扱いが難しいわ。さっきよりはね、全然時間がかからず焼けてる感じが、あ、いいですね。これでもういってみましょう。いや、醤油忘れたからね、どうなるかと思ったら、いや、醤油抜きでもいいですね。まあ醤油かけたらかけたでうまいですけどね、塩分取りすぎですからね。じゃあね、いや、さっきよりね、はるかに早く焼けた、もう片割れいってみましょう。いただきます。やっぱりガスで焼くよりやっぱりふっくらしてますよね。いや、本当白ワイン、魚合いますよ。ある意味白ワインの方が万能ですよね。肉によし、魚によし。ただ肉だとね、ちょっと白ワインだと、パワーが足りないなってありますけど、でもぶつかんないんで、本当に白は万能ですよ。サバ終わりました。ではね、肉始めましょう。肉の一発目はね、カットステーキ、ガーリック醤油味でね、牛ですよ、牛。ただね、これね、後ろ見るとどうもね、砂糖入ってるんでちょっと甘ったるいかなって感じなんですけど、まあしょうがありませんよ。塩味が良かったんですけどなかったんで、とにかく焼きます。そうそう、こうやってね、煙あげないとね、やっぱり七輪らしくないんですよ。
と随分なんか暗くなってきちゃったな。まだまだ日没までには1時間ぐらいあるんですけどね。まあ目論見通り曇ってくれたってもあるんですけど、でもちょっと今日ねやばいんですよね。予報だとね、ヤフー天気予報だとこの後ずっと曇りなんですけどね、ウェザーニュースでしたっけ、ウェザーリポーターだとか、ウェザーニュース そっちの方ではね、なんか20時あたりから降水量1ミリとか言ってんですよね。なんか微妙な感じですね。でまあ20時まではかからんとは思うんですよね。ちょっと今日食材買っちゃったからな。いや最初あんなにねこの七輪手間取るとは思わなかったんでね、ほんとどうも最初ね前回使った消し炭の炭、あれをね崩してバーッと詰めた時にね、どうもねこの下の通気口をねあんまりも細かいんで塞いじゃったようなんですよね。それでねなんか空気の通りが悪くてこう火力が上がらなかったって感じで、で一回ねそれざっと掃除して、でやっとねまあなんとかなったって感じでね。これどうかな、うん、もう柔らかいしねレアな感じでいけるかもしれない。ちょっとこれ食ってみましょう。牛、牛ですよ。といってもねオーストラリアの牛なんでね、アメリカと違って変なホルモン剤入ってないんで、まあその点安心ですよ。まあちょっとね、うん、レアっぽく仕上げたんでいただきます。悪くはないんだけどね、やっぱりこれはもうちょい火通した方がいいな、うん、その方がなんていうかこの肉らしくて、肉らしいって言ったらなんですけどね、もっと肉の味が濃くなる、そんな感じがしますね。これもまたねあそこの声優で買ってきたワインですよ。チリのワインでね、フロンテラってやつですね。メルローっていうね銘柄の、そうメルローってブドウのワインでね、私メルローの方がまったりしていいんですよ。でこれ裏はねまあ酸化防止剤、まあ、これはしょうがないですよね。それしか入ってないですよ。いや安いのはねなんか香料だの酸味料だの、あとアカシアガムっていうんですか、そんなのが入ってますんでね、まあ、これならいけるでしょう。これねガラス瓶なんで気をつけないとね、一度ここでね割っちゃったことあるんですよね。あの時は根津子の着物を着ててね、袖がね引っかかってガチャンと割って、ああ損したって、そんなに痛い思いあって、それからはねペットボトルばっかりここでやるときはやったんですけど、今日は大丈夫ですよ、袖ないですから。いやこれ飲みましょう。じゃあまずストレートで乾杯。うん、やっぱりちょっと渋みがありますね。これでね振るとまろやかになんですからね。でもやっぱりいつもの楽園ワインの方がやっぱり軽いのかな、あれに比べたらちょっとねやっぱり渋み角があるなってね。これでもね税抜きぐらいだったかな、519円ですからね、それでも私にとっちゃ高いんですけどね。もうでも全般的に値上げしてますからね、その中ではまあ安い方なんでしょうね。まあこれぐらいにしておこう。よいしょ、これで味が変わるんだから不思議なもんですよ。改めて乾杯。いやまろみが出てまったりしますね、うん、まあ、ちょっとやっぱり楽園ワインに比べたら若干渋みありますけどね、でもこう肉料理にはまあちょっと渋いぐらいがちょうどいいですよ。もうこれなんかいい感じな、ちょっと行ってみよう。それでいただきます。そこそこ火を通すとね中の方もちゃんと肉の味がするって感じですよ。やっぱりもうちょい生焼きの方がいいかな。あ、合いますね、うん、味の濃いもんね、やっぱり赤、これちょっと渋めの方がいいですね。もうどんどん焼いていっちゃいましょう。って言ってもあんまりこれ量入ってないんで、もうこれでもう終わりなんですけどね。本当に肉高くなったよな。これでねでこう655ってありますけどね、税抜き655でね税込み707ですからね、本当高くなりましたよ。まあ唐辛子でピリ辛にいきましょう。牛の方ねもうこれで最後の一切れです。いっちゃいましょう。さっき食ってる最中ね下の先端軽く噛んじゃって、ちょっとなんか口の中嫌な感じなんですけどね、やっぱり疲れてんのかな本当にね、うん、まあいい、とにかくこうやって、ね、食べることで癒しですよ。ラストのこの一切れ肉いただきます。次は豚、この豚生姜焼きってやつでね、私がここで生姜焼きやるときは本当に荒っぽいやつで、豚のバラか細切れにチューブの生姜バッとかけて、でそれに醤油をバッとかけて、ね、それで焼くってだけなんですけどね。
それだとね、生姜のチューブがまた一つ買わなきゃいけないんで、今日はねこれがねたまたま売ってたんで、これを試します。よし、これネギとか入ってね、これ網の下に落ちてもまあ一瞬燃えてくれるからいいですよ。あ、これ肉が薄いからすぐに焼けるな、これはありがたい。あ、ぼちぼち焼けてきた、ちょっとこれいってみよう。うん、まあ火通ってるしね、いいでしょう。まあ、生姜焼きって言ってもどんなもんですかね。まあ、いただきましょう。ちょっとね、唐辛子はこの底についてね、ここでこすりつけていただきます。ほとんど生姜の風味はしないですね。うん、単なる甘辛焼きですね、豚肉のね。まあそうだとは思ってたんですけどね、もうちょっとね生姜の風味が効いてると思うと思うんですよね。いや、ちょっと目が痛いぐらい煙が出てますよ。さっきまでね、本当に気ぃつかねえ、どうしようどうしようって言ったのが嘘みたいな、本当にやっと調子が出てきました。うわ、すげえ煙だ。これだからね、こういう焼き物は外でやるしかできないんですよ。もうこれもう全部揚げちゃいましたよ。しかしね、こうやって細かい肉ってね、こびりついてこの 網から落ちちゃうのがね、ほんと困りますね。でもまあ、こうやってもう網の下に落としても全部燃やしちゃいましょう。まだまだね、ちょっと食材あるんでね。よし、それでも燃料の一部にしちゃいます。